チャーハマネフのお時間です。くないということでブリです。今回見てください。ここそう、神尾田駅に来ました。ここで何をするかというと、第3弾歩いてみた。前回とね、もう引き続き本当にこれ3弾でよく見てくれる動画です。名鉄から神尾田駅までじゃなくて小田駅までね、行きたいと思います。上北線ということで、ちょっとまあね、450かな、確か。では、行くか。八戸さんもいるね。いつも通り、ごめんなさい。もう、これで行くしかないからね、この道を。今回も、地図使うんで、昨日この前みたいに、この第一弾みたいにならないようには注意しますし、これこっちで、ここもなんか普通に終わるんじゃないかなって思う。前みたいに迷ったりとか、本当に10分で行けるでしょう。なんなら行けるんですか。行けてない。氷とかあればいいんだけど、ないからね。で、これどっち行くんだっけ。今日も普通に終わっちゃうわ。すいません、申し訳ないけど、今日も取れ高ゼロです。ここで言うのがあれですけど、だってもうすぐ着いちゃうもん。なんだっけ、小田井駅。申し訳ないけど、もう何カメラが赤くなりましたかな。別の携帯がちょっと温度上昇しちゃったので、カメラを変えて撮影してます。すみません、もう着きますね。申し訳ない、着いちゃいます。なんか日に日に面白くなくなってるくんで、なんか面白くないんだって。うん、もう見えてきたもん、あっという間。そうそうそう、信号待ち、赤信号、余裕か。今日は本当に日向が多いな、本当に。あ、見えてきた。あ、すみません、ね、もう面白くないわ。ただもう着くから。着きますよ、もう。あれはもう見えてるからね。あっという間でした。これ右だそうですね。あっちもないね。ほら見える見えないか。じゃあ行ってどうすんねんって。はい、小田駅着きました。あ、着いちゃった。じゃあ行きますか。ということで小田駅に着きましたね。エスカレーターじゃなくて階段で行くか。なんかすいません、本当に。あ、なんか近かったね。もう少し遠いかなと思ってたら、はい、前ね、滝藤の方で新しいこれ検討中って言ってたの、これです。これまさにこれ、神尾田駅から小田井駅まで
450m。 ついちゃいました神岡駅。はい、ということで、なんか面白いとは思えない終わり方をしてしまいました。この動画面白くはないな。面白かった方はぜひチャンネル登録とコメント評価もぜひお願いいたします。それじゃあ、上北線に乗っていきます。さようなら。